レディースドリーム1号艇は中村かなえ選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ期末ということになりますが、はい、今季ご自身ではどんな気になってますか？そうですね、なんか壁を越えれないような感じで、ちょっとなかなかうまくいってるとは思えないです。はい、そうですか。ただここはね、はい、1号艇になりましたか、ドリーム戦。はい、ありがとうございます。勢いでね、はい、超えていきたいですね。そうですね、はい、はい、さあ、そんな中手にしました元26号機、はい、2連打率が 28.1% の元になるんですが、はい、全検診運転の感触はどうだったんでしょう？そうですね、やっぱりいいエンジンが周りに多いのもあると思うんですけど、うん、ちょっとかなり弱いなって感じました。うん、はい、早速、はい、テコ入れしてましたね。あ、そうですね、今整備してます。はい、はい、特にどのあたりが気になったんでしょうか？まあ、直線は持つかもしれないんですけど、こうターン周りがこのままじゃちょっと置いてかれるような感じがしました。うん、はい、ではもうすぐにとりあえず本体をやってみようかなという。そうですね、はい、地元だし整備士さん優しいんでやってもらってます。はい、じゃあね、もうすぐにキルクアップできるといいですね。はい、はいはい、プロペラはどうでしたか？あ、そうですね、とりあえず乗ってみて、まあ、回転は上がってくれるんで、乗り心地はプロペラでこう毎日合わせたいと思います。うん、はい、まあ、でもその全検としてはまずプロペラに関してはそんなに大きな心配はなさそうかなと。そうですね、はい、乗り心地を、そうですね、そんなに遠くはない感じがしたので、はい、合わせれば問題ないかなと思います。はい、スタートですけれども、はい、スタート特に行った時見え方っていうのはどうだったんでしょうか？まあ、昨日ちょっと風も強かったですけど、やっぱちょっと届かないなと思ったので、まあ、整備してそこも良くなったらいいんですけど、まだ分かんないです。はい、和島、地元水面です。もちろん愛情は、はい、あ、そうですね、今までは好きでした。はい、不安ですね、それは。はい、今節も好きでいられるように頑張りたいです。はい、ではね、はい、ぜひファンの皆様の期待、答えていただければと思いますので、はい、ファンの皆様に一言お願いいたします。はい、エンジン良くして一着取れるように頑張りたいです。お願いします。2号艇は堀之内清子選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ期末ということになりますが、はい、今季はどんな気でしたか？最初良かったんですけど、どんどん尻すぼみになってった気でした。はい、じゃあこの辺りでもう一回、いや、そうですね、ずっと勝負がけなんで、はい、でも、うん、そこ意識したらもっと下がってきたんで、はい、もうちょっと気にせず、はい、行こうかなと思ってます。そこは気にせずに、そうですね、はい、自分のリズムで行こうかな。はい、はい、今シリーズ手にしましたモーター64号機、はい、28.3% とパーセント的に決して言われるようなモーターではなさそうなんですが、はい、全検試運転の感触というのはどうだったんでしょう？全検の特訓いった感じは、まあ、悪い方の平和島だなっていう、起こしとかのタイミングがですね、はい、はい、いい時はもうちょっとスタート遅く起こせるんですけど、まあ、どっちか言ったら悪い方かなっていう感じでしたかね。はい、そうですか。はい、では今後の調整というのはどのようなこと考えられてますか？そうですね、まあ、外回りとペラプロペラで、まあ、今日できる作業を一生懸命して、で、まあ、好きあらば、はい、チルトサンドもって感じですかね。うん、はい、ただドリーム戦に関しては、はい、あ、そうですね、ちょっとドリームでチルトサンドで一回も成功したことがないんで、ちょっとはい、船券に絡めることを第一優先に、はいはい、したいと思います。はい、ただシリーズ通してはどこかでチルトサンドを、はい、そうですね、はい、はしたいと思います。はい、では楽しみなシリーズ、はい、ということになりそうですね。はい、スタートですけれども、はい、とっくいった感じ、時計との呼吸はどうだったんでしょうか？がやっぱり昨日は気温も低いのに、うん、結構突っ込まないといけないなって、まあ、でも平和島がいつもそういう感じなんで、うん、はい、まあ、平和島かなっていう感じですかね。はい、気温がまた上がったところもまたちょっと、はい、そうなんですよね、本当にここはスタートすごい難しいんで、うん、はい、集中していきたいと思います。はい、うん、平和島の水面相性はどうですか？はい、わー、良かったり悪かったり、いい時はなんか輸出、はい、できるんですけど、悪い時は本当に
悪いです、はい、ではいいシリーズにしたいですね。いやそうですね本当に、はい、では今シリーズはチートも含めて非常に期待しておりますので、はい、最後にファンの皆様に一言お願いします、はい、期待に応えれるように、はい、最後まで一生懸命頑張ります。3号艇は西岡成美選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあいよいよ期末ということになりますが、はい、今季はご自身ではどんな気でしたか。今季は初優勝できたんですけど、うん、その後にフライング切ってしまったので、うん、ちょっと流れを自分で止めてしまった感じはあります。では、ね、来季に向けてはここのあたりで盛り上げていきたいですね、はい、しっかり無事故で終わりたいです今季、はい。今シリーズ停止しましたモーター70号機前節の輸出モーターになるんですが、はい、前傾試運転の感触はどうだったんでしょうか。前傾としては悪くないかなって思いました、うん、ただそんな中でどこか気になるところあったんですか。いや特に、はい、初日から全然気象条件が変わるので気温に合わせたいなっていう感じでした、うん、ではその気温に合わせた調整程度でいけそうかなという印象。はいその調整というのはプロペラ作業でいける感じですかね。朝時間あったんで、うん、ちょっとエンジンの内部で回転を上げるようにして、あとは乗ってプロペラやろうかなと思ってます、はい、スタートですけれども、はい、スタートトックに行った感じ見え方というのはいかがでしたか。昨日は向かい風が結構強かったんですけど届いてなかったけど、また今日風が変わりそうなのでそれはその都度修正したいです、うん。平和島の水面相性はどうなんでしょうか。平和島まあ普通ですかねなんかそんなに印象ないです約1年10ヶ月ぶりのまた登場ということになるので、はい、そうですよね、うん、ちょっと寂しい、はいはい、ではそのあたりもしっかりと乗り込んでってとこですかね。はい、そうですね、はい、はい、ではね、今シリーズも大いに期待しておりますので、では最後にファンの皆様に一言お願いいたします、はい、まずは予選突破できるようにしっかり走りたいです。応援よろしくお願いします。4号艇は宇野弥生選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあいよいよ期末ということになりますが、今季はご自身にとってはどんな期でしたかね、はい、まあリズムが悪いというか、夏の調整が多分あまり得意じゃないので、まあ今年も合わせれなかったなっていう感じです。はい、そうですか。ただ今シリーズはもうね、気温がかなり下がってきているので、はい、調整はここから盛り返せれそうな感じですかね。自信はないですけど、はい、やることやるだけです、はいはい、さあ今シリーズ手にしましたモーター23号機 40.2% のモーターになるんですが、前傾試運転乗った感触というのはいかがだったんでしょうか。なんかターンの感じは力強さを感じたんですけど、トップに行ったらちょっと思ったより届いてなかったので、まあ、そこはちょっと気になるところですね、はい、ということは、求めたいなと思うのはどのあたりになるんですかね。まあ、まずはしっかり初動から来させられるようにしたいなと思います、はい、もうプロペラはご覧になったんですか。はい、はい、ご自身の形とはどうだったんですかね。まあ遠くない感じではあったんですけど、昨日がすごい気圧が低かったので、まあ、今日は気圧が上がるだろうと思ってとりあえずペラは叩きました。はい、その反応というのはまだ乗ってないです、はい、これからちょっと乗り込んでいってってとこですかね、はいはい、じゃあスタートですけれども、見え方というのはどうでした特訓は。まあ、昨日はまあ向かい風もちょっと強かったんで、まあ、その分なのか足的な問題なのかはちょっと分かんないですけど、ちょっと見え方とタイミングが合ってないというか、もう、まあ、そもそもタイミングが届いてなかったです、はい、うん、では今日一走ということなので、じっくりと調整していこうかなというところですかね、はいはい、平和島は1年11ヶ月ぶりということになりますが、相性というのはいかがですか、はい、うわ、嫌なイメージはないです、はいはい、では今シリーズの活躍を期待しております、はい、最後にファンの皆様に一言お願いいたします、はい、今節も私らしく走ります。応援お願いします。5号艇は廣中千歳選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ間もなく期末ということになるんですが、はい、今季はご自身ではどんな気になってるんでしょうか。いつも通りな感じです。あ、そうなんですね、はい、ではもう調整のリズムとかもいつも通りな感じなんですか。そうですね、夏はちょっと苦戦しがちで、はい、いつも通りな感じです。そうですか、はい、ただねここからちょっとぐっと気温が下がってきますから、はい、はい、では調整は
合いそうになってきそうですね。はい、早く寒くなれっていう感じです。はい、はい、さあそんな中でコンシル手にしたモーターが58号機 34.2% のモーターで、近況ちょっと上り調子っぽい印象なんですけども、はい、モーター乗ってみてどうですか？ちょっと前傾なんでまだ分かりづらいんですけど、うん、進んではいそうです、うん、はい、昨日は若干気圧が低かったたんですよね。そうですね、気圧を考えたら前節より全然動いてる気がします、はいはい、では求めたいところとかっていうのはもうどこか見つかったりとかしてるんですか？まだプロペラが点検状態なので、うんうん、ちょっと叩いて1回また乗ってで調整していこうかなと思います、うんうん、はい、この時期のご自身のプロペラの調整っていうのはそれなりにまあまあいい相性ではいる？どうなんでしょう、エンジンなりなところはありますけど、うん、はい、はい、ではこう今日は一掃ということなのでじっくりと調整していこうかなと、はいはい、スタートですけども特訓いった感じ見え方というのはいかがだったんでしょうか？やっぱりちょっと難しいです、行くと出ちゃうし、うん、もともとスタート感がすごいいい方ではないので、はい、それなりに来たらいいなと思います。ではそのあたりも含めてちょっとしっかりとってことですね、はいはい、平和島はもちろん相性はなんか 前節がボロボロだったのでいいって言っていいのか分かんない気がしてきました。なんかいいと思ってたんですけど、うん、はい、今回で、ね、そうですね、払拭して良くして帰りたいです、はいはい、ではですね最後にファンの皆様に一言お願いいたします。はいはい、切羽走りますよろしくお願いします。6号艇は大滝飛鳥選手です、よろしくお願いいたします。さあいよいよ期末ということになりますが、ご自身では今期どんな気になってますかね？ここまでは。いや普通です。普通ですか、はい、もう変わりなくって感じですかね、はいはい。今シリーズ手にしましたモーター27号機 33.3% のモーターなんですが、全検試運転の感じはどうだったんでしょうか？ちょっとよく分かんなかったですね、風も強かったし、うん、まあ、2周しかしてないんですけど、うん、まあ、特訓な感じはちょっと下がり気味かなと思いました。プロペラはもうご覧にはなられたんですか？あ、ちょっとしか見てないです。なるほど、はい、では今日は一層ですからしっかりとここからいろいろ見ていく感じですかね？そうですね、はい、よくわからないなりにこのあたりは特に欲しいかなとかいうところはありました？そうですね、ちょっとシャフトが変わってるので、まあ、元のエンジンではないので、うん、まあ点検含め、うん、はい、いろいろ見てきます、はい、前節、ね、最終日にシャフト変わってますよね、はいはいはい、ではそのあたりも含めてということですね、はいはい。スタートですけれども特訓いった感じ見え方はいかがだったんでしょうか？前傾ですか、はい、まあ、風も強かったしちょっとまだつかめてないです、うん、はい、ではそのあたりも含めてってことですかね、はいはいはい。平和島の水面愛車というのはいかがですか？最近あんまり来てないかったので、うん、あれなんですけど、まあ、悪いイメージはないです、はい、では今シリーズもぜひ頑張っていただければと思います、はい、最後にファンの皆様に一言お願いいたします。はい、そうですね、6コースでちょっと遠いですけど連に絡めるように頑張ります。お待ちください。